なりたいチャンネルです。姉妹チャンネルの青虫の朗読チャンネルにもよろしくお願いします。クモですが、何か78すごいスキルだ、79物騒な称号だらけのクモってどうよ。朗読を始めます。クモですが、何か78すごいスキルだ。ちょっと期待してた集中がカンストした。改めて手に入れた派生スキルの思考加速を鑑定してみよう。思考加速、思考を加速させ知覚できる時間を引き伸ばす。すごいスキルだ。いや、真面目にこれすごくない？これつまりあれでしょ？時間の流れが遅く感じるようになるってことでしょ？あの一流スポーツ選手が時々体験するボールがゆっくりになって見える現象でしょ？それを任意で発動できるってこと？やばくね。早速発動。うむ。発動自体は問題なくできたね。で、どんな感じよ？うん。ちょっとだけマグマの動きが遅い。あと、何か違和感が。体のいろいろな感覚が、早いような遅いような、なんとも言えない奇妙な感覚だわ。試しに体を動かしてみる。なんか、水中にいる時みたいな妙な重さがある。こう、思ったように動かせないもどかしさみたいな。これが思考加速した状態のデフォルトなのか。この頃自分のスピードに振り回されることもあったから、トップスピードを出すときは発動させるべきかもしれない。あれ？でもこれ、何も消費してないぞ。MP も SP もさっきから減ってない。ということは、このスキル常時発動型のパッシブスキルってこと？オンとオフは切り替えられるっぽいけど、オンにしっぱなしでもデメリットない。え、すごくね。私てっきり MP とか消費するもんだと思ってたんだけど、 MP 消費して数秒間だけ発動とかそんな感じで、いつでもどこでも消費なし。これとんでもないスキルなんじゃない？デメリットは特になし。あえて言うなら、この感覚に慣れるまでちょっと違和感があることくらい。これは飛んだチートスキルをゲットしてしまったかもしれない。熟練度が一定に達しました。スキル予測レベル9が予測レベル10になりました。条件を満たしました。スキル予測レベル10がスキル予見レベル1に進化しました。あ、予測3チース。そういえばこれもカンスト一歩手前だったわ。まあ合ってないようなスキルだったけど、進化して少しは使えるようになったかな。予見予測効果が高まる。それにより未来の可能性がわずかに見えるようになる。うん。未来の可能性。え、どういうこと？とりあえず発動。うん。これも問題なく発動できるね。けど、何も変わってないような。あ、いや。なんかマグマの動きがちょっと変。ところどころがぼやける。いや、これ、重なって見えてるんだ。この重なって見える部分が未来の可能性とかいうやつ。それって要は未来史ってこと？まあ、可能性だから鵜呑みにはできないけど、このスキルも鍛えればかなり役立つかもしれない。今は重なるマグマも少ないし、あんまり役に立ちそうには見えないけどね。あれ？ちょっと待てよ。これも何も消費してないぞ。え、これもパッシブスキル。すごいスキルだ。まさか、いらない子だった予測からこんな掘り出し物が出てくるとは。ごめんよ、予測。ダメな子でも頑張れば一旦になれるんだね。熟練度が一定に達しました。スキル、鑑定レベル8が、鑑定レベル9になりました。元ダメな子筆頭来たわ。鑑定様、今度のレベルアップはいかがでございましょうか？早速拝見させていただきまする。スモールポイズンタラテクト、レベル7、名前、なし。ステータス。HT、88分の88、緑。MP、185分の185、青。SP、88分の88、黄。88分の88、赤、プラス62。平均攻撃能力、109。平均防御能力、18。平均魔法能力、139。平均抵抗能力、173。平均速度能力、
956。スキル。HP 自動回復レベル5、MP 回復速度レベル3、MP 消費緩和レベル2、SP 回復速度レベル2、SP 消費緩和レベル3、破壊強化レベル1、斬撃強化レベル1、毒強化レベル3、祈祷包囲レベル1、気力付与レベル2、猛毒攻撃レベル3、毒合成レベル7、糸の才能レベル3、蜘蛛糸レベル9、斬死レベル6、創始レベル8、投擲レベル7、立体軌道レベル4、集中レベル10、思考加速レベル1、予見レベル1、並列思考レベル4、演算処理レベル6、命中レベル8、回避レベル5、鑑定レベル9、探知レベル6、隠密レベル7、奈落、下道魔法レベル3、影魔法レベル2、毒魔法レベル2、深淵魔法レベル10、傲慢、過食レベル7、暗視レベル10、視覚領域拡張レベル2、破壊耐性レベル1、打撃耐性レベル2、斬撃耐性レベル3、非耐性レベル1、猛毒耐性レベル2、麻痺耐性レベル3、石化耐性レベル3、酸耐性レベル4、腐食耐性レベル3、気絶耐性レベル2、恐怖耐性レベル7、下道耐性レベル3、苦痛無効、痛覚軽減レベル7、視覚強化レベル8、聴覚強化レベル8、嗅覚強化レベル7、味覚強化レベル5、触覚強化レベル6、生命レベル8、魔竜レベル8、瞬発レベル8、持久レベル8、合力レベル3、剣道レベル3、誤報レベル3、伊打点レベル3、近畿レベル4、N%I=W。スキルポイント220。称号。悪敵、血縁喰らい、暗殺者、魔物殺し、毒術師、糸使い、無慈悲、魔物の殺戮者、傲慢の支配者。お、称号が増えてる。これ地味に気になってたんだよね。あと、この赤ゲージの横に見える数字は、もしかしなくても過食のストック分。こんなにストックされてるのか。そりゃ、どんだけ経っても減らないわけだよ。さて、では早速称号を鑑定してみましょうか。79、物騒な称号だらけの雲ってどうよ？鑑定様の力で称号も閲覧できるようになったから、早速詳細を鑑定してみた。称号、特定の条件を満たすことによって得られる強化コード。入手時にスキルを2つ取得することができる。称号の中には特殊な効果を持つものや、ステータスを上げる効果があるものも存在する。へえ。称号って、ただスキル2つ手に入るだけじゃなかったんだ。てっきりそれだけのもんだと思ってた。ってことは、私の称号も気づいてなかっただけで何かしらの特殊効果があったかもしれないんだ。これは、ますます鑑定するのが楽しみになってきた。ということで、レッツゴー。悪敵、取得スキル、毒耐性レベル1、腐食耐性レベル1、取得条件、一定期間毒物やそれに準ずるものを大量に摂取する。効果、胃腸が強くなる。説明、毒すらも食物とするものに送られる称号。あ、はい。そうですね。私生まれてからこれまで毒物ばっか食ってましたね。そりゃ、悪敵言われても文句は言えんわな。というか、効果の胃腸が強くなるって。まあ、毒物ばっか食ってたし、意外と自覚がないだけで役立ってたのかな。この称号取って腐食耐性取ってなかったら、タニシチュー食った瞬間昇天してたかもしれないし、結構お世話になってたのかも。名前はあれだけど、血縁喰らい、取得スキル、近畿レベル1、下道魔法レベル1、取得条件、肉親を喰らう、効果、なし、説明、肉親を喰らった者に贈られる称号。効果、なし。この称号って、取った意味あったのかな？どう考えてもマイナス効果のスキル近畿がある時点で、これ取っちゃいけない称号だったんじゃない？下道魔法も結局使えないからプラスになってないし、今のところマイナスにしか働いてないよ。暗殺者、取得スキル、隠密レベル1、影魔法レベル1、取得条件、不意打ちによる暗殺成功回数が一定に達する。効果、不意打ちの一撃にダメージボーナス、説明、暗殺を繰り返した者に贈られる称号。お、取得したスキルもそうだったけど、効果の方もなかなかにそれっぽい。
これやっぱ忍者だね。忍者も暗殺者の側面があったわけだし、間違ってはいないよね。私もそのうち素手の不意打ちで首を切り落としたりできるかな。あ、私そもそも素手で爪があるからやろうと思えばできるわ。魔物殺し、取得スキル、強力レベル1、堅固レベル1、取得条件、魔物を一定数撃破、効果、魔物相手に与えダメージが微増、説明、数多くの魔物を倒した者に贈られる称号。ああ、やっぱり魔物殺した数が関係してたのか。一定数っていうのが正確にどのくらいっていうのがわからないけど、この称号をゲットした時にはそれなりの数の魔物倒してたからな。効果もなかなか美味しいし、これは取れてよかったスキルだね。毒術師、取得スキル、毒合成レベル1、毒魔法レベル1、取得条件、毒を一定量使用する。効果、毒属性を強化、説明、毒を使いし者に贈られる称号。めちゃくちゃ役立った称号その1。毒合成にはお世話になっております。というか、効果もこれすごいね。まさに私のためにあるような称号じゃん。これで毒魔法も使えれば言うことなかったんだけどな。取得条件の毒を一定測って、毒の強さ関係ないのかな。そうだとすると、私の毒って結構強いし、逆に使う量少なくなってたかもしれない。生まれてからずっと毒使い続けたのに、なかなかこの称号種に入らなかったのはそのせいかも。糸使い、取得スキル、創始レベル1、斬死レベル1、取得条件、糸による攻撃を一定回数行使する。効果、糸による攻撃力を増加、説明、糸を武器とするものに贈られる称号。めちゃくちゃ役立った称号その2。私のメインウェポン糸を超強化してくれた称号だね。この中層じゃ、あんま見せ場ないけどな。しかし、取得条件といい、効果といい、説明文といい、糸を攻撃に使うための称号だったのね。私の場合、粘着糸は主力だったからな。あれ、攻撃っていうか、補助だからね。だからこの称号も手に入るの遅かったんだ。粘着糸じゃ、攻撃判定になってなかったんだね。クモオニングスターとか、投げ網とか使い始めたから、それが一応攻撃判定にカウントされたのかな。取得条件さえもう少し早く分かれば、もうちょい楽できたかもな。無慈悲、取得スキル、外道魔法レベル1、外道耐性レベル1、取得条件、無慈悲な行動をする。効果、罪悪感を覚えなくなる。説明、無慈悲なるものに贈られる称号。全体的にアバウト。もうちょい説明凝らしたりしようよ。取得条件とかアバウトすぎやしませんかね。効果も微妙だし、全体的に微妙な称号だよね。魔物の殺戮者、取得スキル、合力レベル1、剣道レベル1、取得条件、魔物を一定数撃破、効果、魔物相手に与えダメージが増、説明、膨大な数の魔物を倒した者に贈られる称号。これは完全に魔物殺しの称号の上位互換だね。多分、魔物殺しより多くの魔物を倒すと、この称号になるんでしょう。効果とか説明文見る限り、そんな感じだしね。傲慢の支配者、取得スキル、深淵魔法レベル10、奈落、取得条件、傲慢、の獲得、効果、MP、魔法、抵抗の各能力上昇、精神系スキルの熟練度にプラス補正、支配者階級特権を獲得、説明、傲慢を支配せし者に贈られる称号。待て。いろいろ待て。なんだその効果は？いきなりステータス跳ね上がったのはお前のせいか？というか、それだけじゃなくて熟練度にさらにプラス補正ですと？傲慢の効果ですでにプラスされてるのに。だから予測とかやたら上がるの早かったんかい？っていうか、支配者階級特権って何？支配者階級特権、支配者に与えられる世界の一部を管理する権限。え？何それ？私もそれ使えるの？傲慢の支配者より特権の行使要請を受けました。現在傲慢の支配者が行使可能な権限はありません。ねえのかよ？もう、マジで何なのこれ？傲慢のスキルが謎すぎる。まあ、称号についていろいろ分かった。やっぱり鑑定様は頼りになるわ。
次回は雲ですが何か80雲 VS 下流 1S12 学園高評価チャンネル登録お願いします。応援コメント励みになります。ありがとうございます。